こんにちは。雲南市立病院外科の高尾聡と申します。普段は、外来や手術などを行っております。今回は胃がんと大腸がんについてお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。本日の話の流れになります。がんって何だろう。ごく単純なことからがんについて大まかに説明し、具体的に胃がんや大腸がんについて、そして最後に雲南市の検診について話をしていこうかと思います。まずがんとは何かという話です。いろんな説明の仕方はあると思いますが、単純に言うと遺伝子に傷がついて起こる病気ということです。その結果として顔つきの悪い細胞たちがどんどん増えていって、いろんなところに広がって体のさまざまなところに不調をきたしていきます。今遺伝子という言葉が出てきましたので、がんは遺伝するのかとお思いの方も出てくると思います。結論から言いますと、大腸がんを例にとりますと、実際に遺伝する大腸がんというのは大体 5% ぐらいしかないというふうに言われています。多くは加齢、それから生活習慣、環境因子などが関連したものが多いと言われています。で、続いてわずか 5% 程度のがんが遺伝に関連したもので、最後残りは原因がわからないものというふうに言われています。さて、ここからがんについて大まかに知ろうということになります。今ここにお示ししてますのは、日本のがん統計で部位別罹患数というものを示しています。これは分かりにくいですね。では簡単にどこのがんにかかりやすいのというふうに考えてみましょう。そうすると2018年の男女第1位から第4位までの間に、胃がん、それから大腸がんというのがいずれも入っています。それほどよくかかってしまうがんということですね。続いて累積死亡リスク、これも分かりにくい言い方なので、何歳くらいで亡くなってしまうのかというふうに言い換えてみたいと思います。そうすると男性の場合はがんになる確率というのが生涯で 65%、 そしてがんで死亡する確率というのが 27%、 女性の場合はがんになる確率っていうのは生涯で 50%、 がんで死亡する確率っていうのは 18% ぐらいだというふうに言われています。してその他に、大事なこととしては、がんはある程度は予防できても完全に防ぐことはできないよということ。それから、がんそのものは風邪のようにうつったりするものではないということも、補足としては大事なことなのかもしれません。続いて、がんのリスクや予防に関して話していきたいと思います。胃がんのリスクとしては、よく知られていることに、喫煙、それからピロリ菌感染などがあります。それ以外にも塩分食だったりとか穀類なども、こういったものも挙げられています。反対に胃がんの予防としては、野菜や果物、女性では緑茶などが言われています。対して大腸がんについてですが、大腸がんのリスクは、飲酒、肥満、喫煙、糖尿病から、加工肉などが言われています。予防としては運動、食物繊維、カルシウム、魚などが挙げられています。こうしたものを参考にして日々の食生活の見直しなども行われてもいいのかもしれません。ここから少し話を掘り下げていこうかと思います。まずは胃がんについてです。胃がんはどのようにして見つけるかというと、まずは検査になります。特に胃カメラなどの内視鏡検査を行うことによって見つけます。
具体的にはどこにどのようなどれくらいの深さの、まあ、腫瘍がんがあるのかということを見ていきます。そして他の CT 検査などを追加することによって、腫瘍がんの広がりなどを調べて診断していくことになります。続いて診断がつくとそれに応じて治療内容というのが決まってきます。早期がんであれば内視鏡治療の適用になることがあります。進行がんであれば基本的には手術が推奨されることが多いです。して術後の状態や進行状態に応じて抗がん剤治療などが推奨されることもあります。ただまあ一つ言えるのは早期に治療改良した方が予後が良いということです。続いて大腸がんについて少し詳しく見ていきます。こちらも同様です。まずは大腸カメラなどの検査で腫瘍を見つけていくことになります。どこにどんな腫瘍がどれぐらいの深さで存在しているのかということを見ていきます。そして CT 検査などで広がりを確認して診断をつけていくということになります。同じですけども診断に応じて治療が決まっていきます。早期がんであれば内視鏡の適用になることもありますし、進行がんであれば手術が推奨されることがあります。そして中には抗がん剤の治療が併用追加になる場合もあります。これらは胃がんと同様の説明になります。やはり、胃がんと同様で早期に治療介入ができた方がやはり予後が良いということは言うまでもありません。続いて最後に検診状況、雲南市の検診状況を見ていきたいと思います。点線が全国の受診率で、実線が雲南市の受診率です。ほぼ毎年雲南市の受診率の方が全国よりも低いということが分かります。またここ最近は特に、女性の受診率が低下してきているということもこれを見ていると分かります。続いて大腸がんについてですが、点線が全国の受診率、実線が雲南市の受診率です。全国と比較してもそれほど大きな開きはなくて、男女間でも差はないというふうに見えますけども、そもそも全国的に受診率が全国雲南市とともに、低めで推移しているというところに問題があるかと思います。印象としては、胃がん、大腸がんともにかなり進んだ状態で発見されることが多いかなというふうには思います。ですからできれば早期に発見して早期に治療介入できるということが望まれます。ですのでとにかく気が向けば検診をお願いしたいかなというふうには思います。で、ちょっとこちら最後ぐらいのスライドになりますけども、検診を躊躇してしまう理由に検査が苦しくないのかっていうふうなご意見があるかと思うんですけども、左上のこの写真が昔の胃カメラですね。で、左下が今のカメラになります。カメラの性能っていうのはもちろんなんですけど、管の太さも細くなったり、しなやかに動くようになってます。圧倒的に数十年前のものに比べると、古さっていうのは軽減しているというふうに思っていいと思います。で右側は大腸カメラになります。これも様々なタイプのカメラが出てきているんですけども、以前に比べると圧倒的に検査中のしんどさっていうのは軽減されていると思います。私も受けたことありますけども、検査中の痛みっていうのはほとんど全くないと言ってもいいかもしれません。皆さんも定期検診をうまく活用して、がんなどの早期発見、早期治療に結びつけましょう。そして健康寿命を長く保ちましょう。それでは以上になります。ありがとうございました。